やっこやっこ、イヤホン買ってるかい？基本的に机に座っている時に音楽を聞くことが多くて、かつ、今までは、スペースが確保できていなかったので、一般的なパソコン用のマルチメディアスピーカーを使っていることが多かったんだけど、今回は、卓上スピーカーとしては、大型なサイズとなる、ブックシェルフ型のスピーカーのテストだ。今回紹介するのは、Edifier R990BT、こういうサイズのスピーカーに手を出そうと悩んでる人も多いと思うんだけど、実際使ったらどうなるのか。しかも、この R990BT は、クーポンを使用すると1万円を割る価格で購入できる、極めて低価格なスピーカー。1万円クラスで他に選択できるスピーカーは、基本的に Bluetooth 機能を備えていないんだけど、この Bluetooth 周りのアンプ付き回路が、R990BT に特徴を持たせることになった。このスピーカー、基本的に、これより小さなマルチメディア型や、低音を伸ばしたい時に使う、サブウーファーなどと比べて、とにかく臨場感では頭一つ抜ける。左右から同様、正しい位置で低音が届くことは、他のマルチメディアスピーカーでは体験できない空間を味わえるぞ。特に、画面横に置いて卓上スピーカーとして利用する時に、その効果は最大限発揮された。Edifier はもともとこのクラスのスピーカーを得意としているブランドで、1万5000円くらいの価格帯に、いつも優秀な機種が一つはあるイメージ。それが、9000円台で Bluetooth までついている。もちろん、低価格化の影響はある程度あって、例えば、このスピーカー、似たようなシステムに搭載されている、高音、低音を調整できる物理的なつまみが存在しない。じゃあ、高低音を調整できないの？と思うかもしれないんだけど、実は、Edifier のスマホアプリである、Connex で、イコライザや遠隔操作が可能となっている。ただ、電源オンは本体のボタン、しかも背面に装備されているものを長押ししないといけないので、基本的に手の届く範囲で使うときに重宝するように作られたスピーカーだな。また、Bluetooth 周りのアンプがちょっとクセモノで、最低音量近くで使用すると、音声をノイズと判断して、遮断してしまう悪癖がある。また、小音量ではノイズと混じって音声が不明瞭になるので、必ず、ある程度音量を出す目的で購入した方が、ストレスは少ないと思う。というか、最適な音量が通常の小型スピーカーより大きめに作られているようなので、低音量の時にカバーが足りないのはそういうことなんだろうな。また、低音量は全くできないわけではなく、むしろ、Bluetooth モードでは、非常にノイズの少ない再生が可能となる。音量が小さい時の、音楽や映画鑑賞ならば、Bluetooth モードで使用するのがおすすめだ。とはいえ、Bluetooth には遅延もある程度存在するので、本気が唯一向いていないシチュエーションは、深夜に家族が近くで寝ている時に、すごく小さな音量で使うかもしれない、という人だな。それ以外の用途では優秀に立ち回るぞ。さて、本気はさっきも言った通り、リモコンが用意されていない。だいたい、部屋の中に置いて、部屋全体に音を届けるタイプのスピーカーは、リモコンが標準装備されるんだけど、本気の場合、どうあがいても電源オンは本体まで歩いて行ってオンにしないといけない。ここが低価格化ポイント。その代わり、音質の妥協はないので、そういったところを切り詰めた結果、この値段で出せたと考えよう。電源オン、およびボリュームノブが背面なので、手が長くない人にはちょっときついかもしれないな。本体には、2種類のケーブルが付属していて、入力も有線が2系統に加えて Bluetooth、有線モードでの動作時にはランプが緑色に光るんだけど、これはどちらの系統をオンにしていても緑色なので、ちょっとわかりづらい。また、有線系統が2つあるので、Bluetooth と有線を頻繁に切り替える時にも、ちょっとめんどくさい。基本的には、どれか1系統を選んで使うことになるだろう。もちろん、自動切り替えもないぞ。逆に、卓上スピーカーとして使うときには、シンプルな方がありがたい。実際、PC 用スピーカーとして使用している間、特にストレスに感じることはなかった。そうそう、Edifier Connex は必ず一度接続した方がいい。個人的に、結構音がカットされるギリギリくらいの音量でゲームをすることが多かったんだけど、明らかにゲームイコライザの時、音をカットする回数が減っていた。あるいは気のせいかもしれないが、どうやら、しっかりと各イコライザモードは有線モードでも影響を与えているようだ。さてさて、なんだか注文の多い料理屋みたいになってしまった。実際には低価格化によって短機能化した結果、妙にめんどくさいことになってるだけなんだが。とはいえ、実際に使ってみると、これはなかなかシンプル。これらの煩雑な機能に手を出さないなら、まず背面に手を突っ込んで電源をオンにする。そして背面に手を突っ込んで電源をオフにする。以上だ。シンプルに尽きる。なので、いろいろめんどくさいことをやろうとすると、途端に数倍めんどくさくなるので、Bluetooth と有線の兼用を考えている人は、Edifier の 1.5 万円クラスに進んだ方が良いだろう。そうじゃなくて、どちらか単体での使用を考えているのなら、R990BT は最小限の出費で、ベストな音質を手にできる一台だ。今回の R990BT は、Bluetooth モードと、それから、有線 RCA モードの両方でテストした。
テストに使用したのが、RCA では SMSL Audio SU1 という DAC、DAC なしで PC などに直接接続してもいいけど、その場合、Bluetooth の方が音質が良くなるので、このスピーカーを単体で使いたいなら Bluetooth モードで、環境を整えて使いたいなら、RCA モードがおすすめとなるぞ。さてさて、このスピーカー、さっきもちょっと触れた通り、より小さなマルチメディアスピーカーより、一人用のスピーカーとして、明らかに空間表現で優れる。一般的な小型マルチメディアスピーカーでは出ていない低音域の帯域も表現できてるし、2.1 スピーカーと比較しても、サブウーファーの位置が不自然ではないので、より広がる、包み込むような低音域を楽しむことができるぞ。低音ばっかり褒めてると、このサイズのスピーカーは、高音域が今度はこもってることも多いんだけど、R990BT の場合、高音域もナチュラルに伸び、曇ったり詰まったりしている印象にはならない、自然な響き方で、ヘッドホンやイヤホン好きな自分でも、わざわざスピーカー出力に切り替えて聞きたくなる時が出るくらいだ。このスピーカーより高価で、小型の、エディファイア G2000 と比較してみよう。小音量でのノイズの少なさは G2000 が圧倒するが、全体のバランスや聞きやすさ、何よりも包み込むような低音域の量感は R990BT の方が秀でる、しかも5000円安い。もちろん、あちらは DAC を搭載していて、クリアにスピーカーまでノイズ少なく音が届けられる、という有利があるんだけど、さっきも言った通り、小音量過ぎなければまずは気にならない仕上がりだ。また、スピーカーとの距離が変わると、印象が変わる。このスピーカー、卓上で聞く分にはすごいパワフルなんだけど、離れると、ちょっと味気なく。そういった時に、物理的に高音低音を調整できないので、一定の距離、卓上などで使うのがおすすめだ。より、部屋全体に Bluetooth で届けたい時は、同社の D12 の方が相性が良さそう。また、上流側を整えてやると、どんどん音が素直に反映されるので、すでに USB DAC などを持っている人なら、より便利に使用することができる。特に、昔買った 3.5mm ジャックの USB DAC とか余ってる人は、それに繋げれば一気に明瞭感が高まるぞ。この上流の違いは、かなり顕著に現れるので、ぜひ、ちょっといい環境なんだけど、終端がないんだよなぁ。という人か、あるいは、Bluetooth でざっくりラフに使うか、自分のスタイルをきっちり固めてから購入すると、最大限の音質が発揮できるので、目的を明確にして、かつ、このスピーカーの性質に合っているかどうかを、きっちりチェックしてから購入してみよう。きっと、大満足の音質が手に入るぞ。といったところで今回はここまで。